メチルヘキサンアミン、またはメチルヘキサミンは、1、3ジメチルアミラミン、または単にジメチルアミルアミンとも呼ばれ、間接的な交換神経作動薬である。イーラ・イリーにより発明、開発され、スプレー状の微粘膜充血除去薬として1944年から1983年まで発売された。2006年からはメチルヘキサンアミンは、興奮剤、 または、勢力増強サプリメントなどの名称で販売され、ゼラニウムネエキスにも含まれている。しかし安全性には疑問があり、メチルヘキサミンを含むサプリメントによる死亡例が少なくとも5件報告されている。多くの運動競技団体や政府機関で利用を禁止されている。1944年4月、イーライリリーは鼻詰まり用の点微スプレーとして商品名。 コータンで発売し、1983年に自主的に販売中止した。メチルヘキサミンは死亡族アミンで、イーライリリーは点微スプレーとして20世紀初めからこのグループに注目していた。メチルヘキサミンと他に似た化合物4種、インエチル、プロピルヘキセドリンを発売した。オクチンとインエチルは麻酔科にある患者を適切な血圧に保つ目的で、 承認された。多くの運動競技団体や国でメチルヘキサンアミンをサプリメントとして使うことを禁止、または厳重に規制している。世界アンチドーピング機関、ワダのような運動競技団体は、筋力向上物質としてメチルヘキサンアミンを使うことを禁止し、使用した選手を出場停止にしている。ありがとうございます。